どうも、母ちゃんです。ということで今日はキュウリ栽培で6月にやってほしい作業について説明していきたいと思います。僕のね、家のキュウリっていうのはこんな感じで、あった一面ね、このキュウリっていうのが生い茂ってきてくれています。なので、皆さんのお家でも、6月に入るとだんだんと、キュウリネットで育ってる方はそのキュウリネットの頂上に、で、僕ん家みたいに支柱でね、育ってる方はその支柱のね、頂点にキュウリが達して、だいぶこの株っていうのが育ってきてくれると思います。株がそのぐらいまで育ってきたらやっておかなければならない作業っていうのがありますので、こちら本編で詳しく説明していきます。皆さんが育っているキュウリもどんどんと大きくなっているはずなので、収穫っていうのが始まってると思います。で、僕ん家では浅漬けで食べたりポテトサラダに入れたり、いろいろねキュウリっていうのを活用しています。で、冷やして本当に味噌につけて食べるだけでも全然ね美味しいですので、皆さんもそのようにして食べてください。で、あとねキュウリもみっていう料理があるんですけど、このキュウリもみもね僕の家ではよく食べるものとなっているので、作って食べたいなっていう方はキュウリもみ作り方って調べれば全然出てくると思うので、そちらね作ってみてください。で、ウリハムシに関しても僕の家ねどのように対策しているのかっていうのを過去動画で出しているので、そちらね無農薬バージョンと農薬ねどのようなものを使えばいいのかっていうのもしっかりと説明しているので、キュウリ栽培でウリハムシに困っている方っていうのはぜひねそちらの動画も見るようにしてください。ということで、キュウリ栽培で6月にやってほしい作業について詳しく説明するので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。現在のキュウリの様子です。はい、こちら現在のキュウリの様子となっています。で、こんな形でもうね僕の身長をね越しているキュウリっていうのがたくさん出てきてくれて、あとねもう少し 2,3 日ぐらいしたら成長がこのね棒を越してくれるので、そこでね摘心作業をします。なのでまた摘心は摘心だけで動画撮りますので、そちらね見てください。で、もう続々とね僕の家ではこんな感じでキュウリっていうのがしっかりと実ってくれて、あそこですね、ここにあるのはまた夕方頃にね収穫しに来ようかなって思ってるので、いい感じにねこれ育ってくれてます。で、皆さん見ていただけると分かるんですけど、もう花がねここの画面内でも 1,2,3,4,5,6,7,8 とかもうたくさんありますね。なので今の時期このぐらい花が咲いていないとキュウリっていうのはね一株で100本取るのはちょっと難しくなってくるのかなって思いますので、皆さんもできればこんな感じでもう親づるの場合でもしっかりとたくさん花がついている状態っていうのを目指してください。なのでね僕ん家のキュウリ順調にね育っていってるので、ぜひね皆さんのお家のキュウリの様子もコメント欄で教えてください。キュウリ栽培6月にやってほしいことを3つ説明していきます。1つ目が親づるの摘心、2つ目が下葉のカット、3つ目が遊びづるを作るです。それぞれ詳しく説明していきます。1つ目の親づるのカットからです。はい、でオープニングでも話した通り、僕の家ではもうね結構な高さまでキュウリっていうのが育ってきてくれています。で、後でちょっとね引きで取ってどのぐらいね僕の身長と比べてキュウリっていうのが大きくなっているのかっていうのを見せるので、皆さんもそのぐらいの位置に達したら親づるの摘心作業っていうのをやってください。で、これはね今まで苗を植えてからずっと上に上に親づるって言って、主茎のね一本ね軸っていうのがあったんですけど、それはずっと上まで伸ばしてきたと思います。で、この伸ばしていった親づるなんですけど、ある程度の高さまでね育てていったらそのまま親づるね一節か二節っていうのを残してハサミでチョキンって先端を切ってください。で、これはなぜ切るのかといったら、そのまま伸ばしていっても上でね結構高くなってしまいますので作業っていうのがやりにくくなります。なのである程度の高さまでいったら親づるっていうのをハサミでカットすることを親づるの摘心作業というので、皆さんこちらやるようにしてください。で、僕の家ではあと 2,3 日ぐらいしたらこのキュウリっていうのがまたさらに成長してこのね支柱よりも上に飛び出てしまうなって思うので、そちらでね摘心作業をするので、また摘心は摘心だけで動画っていうのを撮っていきます。この摘心作業をすることで今までねキュウリの栄養っていうのが上へ上へ行ってたんですけど、上の成長点がなくなってしまった時には今度ね横とかの子づるとか孫づるに栄養が行くようになって、そこからどん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 キュウリっていうのが収穫できるようになるので、この摘心作業をしたらキュウリのねまた収穫量っていうのもアップします。
なので一株で100本はね取りたいよっていう方いると思うので、100本以上育てる方っていうのは絶対に親づるね上で摘心するようにしてください。では実際にどのぐらいの大きさになっているのか見てみましょう。はいね、ということで、僕の身長が今ここぐらいなんですけど、キュウリねもう僕の身長っていうのをねこれ越してます。で完全に越している状態でこのまま上にねこれ伸ばしていってしまうと、このね高さがちょっとね出てきてしまうので管理がねしにくくなります。なので管理がしにくいでこの上に伸ばす必要がないので、このね竹のイボ竹棒っていうのがあるので、このね支柱よりちょっとね一節か二節ぐらい出た状態で上っていうのをカットするようにしてあげましょう。でこれはちょっと今ね僕完全に映ってるか見えないんですけど、光の反射で、映ってることを願いながらこれ今話してます。なので、皆さんの畑でもこのね支柱を立ててる方、大体の方はキュウリネットでやってると思うので、ネットを立ててるところの一番頂上までこのキュウリの親づるが伸びてきたら、そこをねハサミでパチンってカットすることをおすすめします。なので、人間のね僕でいうこのぐらいの身長を全然優に超えて、これから先になると管理がしにくいですので、ここからはこのね僕の肩から腰あたりのところでたくさんねまた美味しい枝せてキュウリを収穫していくっていうことになりますので、皆さんもこのようにして作業っていうのをやってみてください。2つ目の下葉のカットです。でこの下葉のカットできれば梅雨前に終わらせておくっていうのが大事になってきます。で梅雨になってしまうとやはり雨っていうのが続きます。でマルチは綺麗にしてあるんですけど、そこの通路の部分とかにはやはりね土がありますので、その土がこの雨に当たって跳ね返って葉っぱの裏とかにつきます。ついた土、ついた泥からこの病気っていうのが媒介されて、キュウリだったらこのねうどんこ病とかベト病っていうのが一気にバーって広がってしまいますので、そのような病気を対策するためにもこの下葉のカットっていうのは行うようにしましょう。でこれ注意点なんですけど、下葉のカットねやりすぎないようにしてください。で一気に5枚6枚とか切ってしまうとキュウリにストレスを与えることになります。でこのストレスを与えるとキュウリっていうのがあまりねなりづらくなってしまうっていうことにつながりますので、なりづらくさせないようにするためにも下葉のカットっていうのは1日で最高でね2枚ほどにしといてください。でこの下葉のカットも下葉カットだけの動画を出すので、詳しく知りたい方はそちらもね合わせて見るようにしてください。で1つ目でね親づるを摘心して、2つ目で下の方の葉っぱっていうのの整理をしました。で下の方の葉っぱを整理していくと、下葉をカットするのでそこに傷っていうのができます。なのでその傷から病気とかバイ菌が入らないようにキュウリ自身も下の方に栄養を集中させて自分自身をね守ります。下葉カットしたらある程度また日を置いてね 2,3 日ぐらい日を置いてから次の下葉っていうのをカットしていきましょう。で、実際にどのような下葉っていうのを取るのか、簡単にねこれから説明していきます。はい、で下葉のカットについてなんですけど、どこをカットするのかといったら、もうね収穫した実のところの葉っぱっていうのはもうね役目を終わってるので、そちらね取るようにしてください。なので、こちらねここはまだ実がついてるので、この実を大きくさせるためには一番近くの葉っぱでこちらの葉っぱっていうのを残しといて、こいつに光合成とかをしてもらって栄養とか養分っていうのをこのキュウリに送らせていかなければならないんですけど、このキュウリが収穫し終わったらこちらの葉っぱ残しといてもどんどん古くなって光合成をする力などが減ってきます。なのでこのキュウリを収穫したらもうねこの葉っぱはいらないので、またねパキンってここで切って下葉の葉っぱっていうのをカットするんですけど、皆さんのお家ではねまだこちらの下っ側ね、特にこの植えたところからの近くの葉っぱっていうのまだついてる方いると思います。なのでそういう方に関してはこちらの下の方の葉っぱっていうのはこれから梅雨の時期に入ってきます。で梅雨になると雨っていうのがたくさん降って、ここがね地面の近くなのでこうね湿気が溜まります。で湿気が溜まるとやはりねうどんこ病だったり、またはねベト病とかっていうのにかかりやすくなりますので、そのようなことを起こさないためにもしっかりと下葉のカットっていうのを行いましょう。なので僕の家ではほらこんな形でもうここら辺のキュウリとかねもう取ってしまっているので、このような形でカットしています。で朝のうちにね絶対カットするようにしてください。で僕の家では朝カットしているので、こんな感じでちょっとね片付け忘れてるんで今日はこんな感じで真ん中にあるんですけど、基本的にはねすっきりねしてると思います。なので皆さんも絶対に下葉のカットっていうのを忘れないようにしましょう。で多少まだね
とか取り忘れって言って、まあ、古くなってくると、まあ、これ病気みたいな感じに見えるんですけど、もうシンプルにね葉っぱが古くなってます。で古くなってるとこの周りですね、葉っぱの周りがまずちょっと茶色っぽくなって変な形になりますね、まあ、こんな感じで茶色っぽくなりますし、あとはねなんかちょっと点々点々って病気みたいな病斑っていうのも出てきます。なのでこの古い葉っぱ残しておいても意味がないので、なるべく早く取るようにしてください。で葉っぱ取る時の注意点なんですけど、1日マックスで2枚ぐらいにしといてください。でこれなぜ2枚かというと、これ下葉ねたくさんバーっていっぱいなっていて、このキュウリの葉っぱいらないやと思って一気にこれチョキンチョキンチョキンって切ったりします。でそうするとキュウリの木にストレスがかかりすぎてしまって、そのストレスのせいで実があまりつかなくなるっていうことが起きますので、そのようなことを起こさないためにも、だいたい下葉のカットっていうのは1日で2枚になるようにしてください。3つ目の遊び鶴を作ることです。でこの遊び鶴とは何かといったら、キュウリ今までずっとまっすぐまっすぐ上に伸ばしていったと思います。で上に伸ばしていって親鶴っていうのを切りました。で切ったら今度はこの子鶴とか孫鶴ね、横に左右に展開していってると思うんですけど、これはねネット栽培とかでやってる方には特にね有効なやり方で、でこの真ん中を見ていった時に、まあ、腰からまあ肩ぐらいの高さでね、このキュウリの苗を見て、特に強い子鶴っていうのが出てると思います。他の子鶴に比べたら、まあね一段階長いよっていう子鶴が、まあ、左右にどちらかね2本出てると思いますので、そのような子鶴を選んで伸ばしてあげることをしてみてください。でこれをしてあげることで、またね左右に展開してよりキュウリっていうのが取れるようになります。なので1株で100本ぐらいはねキュウリ取りたいよっていう方に関しては、この遊び鶴っていうのを作ってあげて、このキュウリを仕立てていくことで1株で100本っていうのは簡単に取れますし、なんなら9月とか遅い時期までね育てるよっていう方に関しては、200本300本っていうのは一株で取れるようになるので、そのようにして栽培してみるようにしてください。でも暑すぎて、まあ、7月8月で終わりにするよっていう方でも、まあね、この力づるっていうのをしっかりと伸ばして、またねそこから出る孫づるだったりひ孫づるっていうのがあるんですけど、それを伸ばしてあげることで全然100本はね夏終わるまでには絶対取れると思うので、そのようにして栽培するようにしてみてください。では実際にどのようにしていくのかっていうのを見ていきましょう。はい、最後に遊びづるなんですけど、まずここのね上っていうか、このまっすぐ支柱が入ってるところに親づるっていうのが1本しっかりと入っています。でこのしっかりと親づるが入っているんですけど、その左右にねこれ紐が張ってあると思います。でこれが遊びづるって言われるつるです。他の子づるに比べてこの左右に出てる2本っていうのはしっかりと太くていいつるになります。なのでこちらを残してあげることで、まあ、皆さんの場合はネットでやってることが多いので、こちらを切らないでね、上で切らないでずっと上まで伸ばしてって、そこでね止めるっていう方法もありますし、そのままこれを伸ばし続けて U ターンこうやってぐるーってさせて8の字みたいになって、こんな形でこっち側に移動させて、こちらの遊び鶴に関してはまた上行ったら下でね8の字みたいな感じで U ターンさせて、こちらカットしないでずっと伸ばし続けるっていう方法もできますので、まあ、そこら辺に関しては皆さんにお任せするんですけど、このね真ん中中心をこうやってしっかりと見た時に対して、左右ね1本ずつ絶対に強いつる子づるっていうのが出てきますので、こちらのつるを伸ばすようにしましょう。でこれを伸ばしてあげることで、またねしっかりと栄養っていうのがこちら側にも行きますし、だんだんとこのキュウリっていうのが一段一段ついてくれます。なので結果的に大量収穫につながるということで、このようにしてつるを伸ばせる方っていうのはつるを伸ばすようにしてみましょう。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。